こんにちは。ヴィンテージコンピューターチャンネルです。えー、本日はですね、えー、こちらエアタグについて取り上げたいと思います。はい、えー、先週発売になりましたエアタグまあね、えー、何でも物を探し出すアイテムですデバイスですけれども、はい、まあちょっと随分以前からね噂にはなってましたけれども。 ま大きさ的にはね、えーまあ、500円玉サイズ、まあ、500円玉よりもサイズ的にはちょっと大きくなってましたけどまあイメージ的にはそんな感じですね、まあ、厚みはあこんな感じで 8mm でしたっけねはい、えー、ということでねまあ私は見た感じは、うん、やっぱりそこそこ大きいなという、えー、そんな印象を受けましたまあね小さいなと言ってる人もいましたんでねまあそれはね えー、人の感じ方次第だと思いますけど、まあ,あ自分的にはこのようなデバイスの中ではまあギリギリオッケーかなーと言えるサイズかなというふうに思います。まああのこれまでもねタイルだとか似たような製品はあったんですけれども、まあ基本的な仕組みもね、えー、Bluetooth で、えー、そのねありかをキャッチして、えー、それがね。 誰か他のユーザーもそのね Bluetooth でこの電波をキャッチしたらその人の位置情報からこれがどこにあるかを知らせてくれるというのが基本的な原理なんですけれども AirTag のねの有利な点というところではまず iPhone ユーザー全てが対象になると。 ということです、ね、まあ AirTag のユーザーでなくても iPhone を持ってる人とそのねの Bluetooth と AirTag の電波がつながったらそこで場所を特定してくれるということで、まあ、これまでのタイルなんかだとですね、まあ、あのタイルなんかだと iPhone だけじゃなくて、えー、Android も対象という点は有利なんですけれどもあくまでもタイルユーザーじゃないと、えー、それはね 有効にならならいんで、まあ、そういう意味で iPhone ユーザーということになるとやっぱりねタイルユーザーなんかよりも圧倒的に多いということになると思いますんでねその点は非常に有利だと思います、はい、それからやっぱりねタイルなんかと比べて圧倒的にね、まあ、デザインが素晴らしいで、まあ、これね、えー、刻印私はしませんでしたけど裏側にねなんか。 えただの文字だとか絵文字なんかも刻印できるということでねそういうデザイン性にも含めているそれからねちょっと見逃せないのがタイルなんかね電池がなくなったらさようならでまた新しいのを買ってくださいということだったんですけれどもこちらはね簡単に今ユーザーが分解交換できてですね CR2032 その辺のスーパーなどからや、ね、電気屋さんなどからね買ってきた電池を交換できるとまあおおむね1年ぐらい持つということなんですけれどもお、ね、これがあ電池交換すればまた1年使えるということはねこれ非常に、えー、非常にアップルとしてはユーザーフレンドリーな仕様ではないかと思います。おはい今ねちょっと 開けてみましたけどもね、こんなに簡単に回せばね、電池があらわになるということでね、非常にいいこれは使い勝手がいい部分だと思います。はい、今ピコピコってまたね言いましたね。はい、そして、えー、もう一ついい点がですね、 えー、UWB に対応ということで、えー、UWB に対応のデバイス iPhone11 以降ですけれども、えー、ですとね えー、かななり正確な位置がつかみとまあ,あの Bluetooth だとね、えー、その電波をキャッチしたデバイスがどの方向にあるのか何メーター先にあるのかちょっとそこまでは分からないんですけれども、うんえー、UWB d です,ですとその辺がねどの方向何メーター先にあるというのが分かるということでねこれ非常に、えー、素晴らしい仕様ではないかと思います。 はいえー、そしてね、まあ、価格が1個29ドルアメリカでね、えー、そして4個セットで99ドルということでね私も4個セット買いましたんで、まあ、1個、えー、25ドルぐらいということでこれもね結構こういうね、えー、優れた点を考えると非常にお買い得なんじゃないかと思います。 あとですね、えー、まあ、キーなんかにこれつけようとするとねキーつけるにちょっとでかいかなという気もしますけれどもはい、えー、まあなんかね、えー、ホルダーが必要になるわけですけども、まあ、純正ホルダーも用意されておりますけれども、まあ、かっこいいね、えー、レザー,ーレザー なんと39ドルということで本体よりもずっと高いということでね、えー、これはちょっとどうなんだろうというね本末転倒みたいな感じもしないではあーないですけれどもまあね、えー、アップルファンの方は是非ね、えー、純正のしかもレザーのやつ買っていただければとは思いますけれどもまあ私はねまあやっぱりこういうのはねサードパーティーでもいいだろうということねこういうはい。 えーまあ、写真で見る限りでは画像で見る限りでは割と良さげな、えー、レザーのホルダーをオーダーしました、えー、で先日ね「発送しました」ということでね、えーまあ、某某某 Amazon から買ったんですけれども、えー、発送しましたという、えー、連絡を見て「おっおっ」 おっとっとっととなったのがですね、中国から発送だったということでね、まああのおよそ10ドル2個で10ドルということでね、まあ非常にお買い得ではあったんですけども、まだねしばらく届くまでしばらくあるということで、まあそれはね、Amazon でありがちなものですから、皆様も用意していただければと思います。はい、それではね実際に使ってみたいと思います。 はいえーねえー、おなじみのファインドマイ「FindMy、えー」探すアップリですけれども、まあ、これ、えー、開きますとですね、はいえーはいまあ、従来ね、えー、こういうデバイスを表示する機能はあったわけですけれどもこれにね「アイテムズ」というね項目が追加されてますんでそこを見るとですね、はいえー、こういうね えー、私鍵とバッグで使ってまして、ね、鍵とバッグの絵、ね、が地図上に表示されると、まあ、どこにあるのかということが地図上でね大まかに分かりますはい、えー、今ね地図と地図と鍵使ってますねはい、えー、そしてさっきのね、えー、こちらはい、えー、私バックパックに入れてますんで、えーまあ、これえー 選ぶとですね、まあ、えー、デバイスの時にもあったプレイサウンドというのがありますので、これをねプレイサウンドを押しています。はいはいなってますね。これでもう終わりです。まああの iPhone なんかの時にね結構長くなり続けますけれども、これは電池節約のためですかね。まあそんなにいい長くなりません。 あれ、えーちょ、ちょっと遠くに聞こえるかなというふうに言っても近づいてまたもう一回鳴らすみたいなこともね必要になるかもしれないですね、えー、そして UWB を用いた探す機能ですねはいファインドボタンを押すと、はいえー、今探してます探してますそして、はいえー、こんなふうにね、えー、表示されてますすぐ近くの フィート先まあ、これね、えー、5 0ンチぐらいの距離にありますよというのがね、えー、表示されます、はい、ちょっと離してこれね9 0ンチ先になりましたちょっとね、はいえー、これ割とね、うん、あこうするとどうかなはい、えー、これ割とね、えー、離れてるとおちょっとねこれうまく。 行かない時も結構ありますね。はい、この鍵の方が少しね、えー、離れたところに、えー、ありますんで、えー、そちらをねちょっと試してみますとはいあ一応はいえー、ちょっと離れたところに置いてるんですけれども。 つ、はいえー、繋がったけれども電波がが弱いいいいんでちょっとと動ててみてくだささいういうような表示がされましたね、はい、これ意外とねすぐ表示されちゃうんで、えー、これでね一旦、えー、近づくとですね一旦キャッチ完全にキャッチするとね少し離れても大丈夫だったりするんですけどちょっとその辺がねもうちょっと距離離れたところでも表示してくれるといいなというふうに感じてます。 はい、えー、そしてね先ほどもおちょっとお話ししたんですけども私ね、えー、ホルダーオーダーはしたんですけどもまだちょっとしばらく届かないということでね、えー、鍵つける時に、まあ、困っちゃうわけですけれどもちょっとね私の場合たまたまですけれどもうまくつけられましたんでそこをお見せしたいと思いますけどこれ私の鍵ですはいえー、こちらねえー えー、ちょっとでかい車の鍵があるんですけどもちょっとこんなでかい鍵やめてよってね私個人的には思ってたんですけどもそれがね、えー、ちょっとこの場合はさそう、えー、幸いして、えー、このね、えー、ホ,ール,ドホールダーの中に、えー、入れることができましたはいこんな感じでね、えー、ちゃんと入りました あこれ実はね最初やった時にね入れたはいいけど全然、えー、場所をねキャッチできなかったんですね。えー、なぜかというとこれ、えー、こちら側にね こんな感じで中に入れたんですけれどもそうするとですねこちらの金属の面が表に出て裏側はねこの鍵でブロックされているという形になりますそうするとね電波としては非常にね受けにくい状況になるということみたいでこれをね裏返して逆にしてこの中に入れたらねちゃんとキャッチできるようになりました。 えー、というわけでね、えー、こういうねちょっとイレギュラーな入れ方あするような場合ね、えー、この入れる向きというのもね、えー、ちょっと気をつけてみるといいんじゃないかと思います。はい、えー、今回はねエアタグについて、えー、取り上げました。 はい、私ね昔からよくものをなくしてですね、えー、まあね本格的になくすということも、まあ、とたまにはあるんですけども、まあ、ほとんどはね、えー、部屋の中でね、えー、どこにあるかない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 わからないというね、えー、それでもう探すのにえらい時間を送ってしまうというようなことがね本当によくあったんでねこんなものがあればいいなあと、ねえー、いうことで、まあ、タイルなんか出た時にはねおかげですぐ飛びついたんですけどもでもねどうもね 今一つということで結局使わなくなっちゃったんですけどもこれなかなかね使える感じですんでね、えー、はい、えー、皆様もねな、えー、くすというような方心配な方はね是非使ってみてはいかがでしょうかそれでは次回までさようなら